お願いします。難しいまして、ありがとうございます。若いか。これって反転してるんですかね。お名前どうしよう、なんて呼べばいいんだろう、迷ってて、何がいいですかね。こんにちは。すごい。泣きちゃん79番だから泣きちゃん、泣くどうしよう、泣くちゃんでいいか、泣くちゃん、はい、泣くちゃんでお願いします。すごいいっぱい来てくれてありがとうございます。こんにちは。号泣ちゃん。あ、でもすぐ泣いちゃうんでいいかもしれない。オーディションの時もちょっと泣きそうになっちゃって、はい、頑張ります。恥ずかしい。これはすごいいっぱい来てくれてすごい。どうしよう。何すればいいかな。いっぱい。そうそう、これが作ったんですけど反転してるのかな、ちゃんと見えてますか。あ、これは聞こえてますね。聞こえてる、大丈夫、反転してない。反転してないってどっちですか。反転してなかったら見えてる。うん？読めない。読めない。あ、見えてました。ちゃんと見えてました。読めます。あ、ありがとうございます。え、これどうしよう。じゃあ貼ってきますね。見ます？ OK。 よく好きなメンバーや特技聞かれること多いですか。難しい。はい、好きなメンバーは渚ちゃん、渋谷渚さんです。いますか、渋谷渚さん推しの方。皆さんは難しい、メリーカブカブ、そう、昨日すごい雨で雷がピカピカしててめっちゃ怖かったです。でもいろんな地域の子がですね、あの静岡も結構多分いますかね。あの雨がすごくて皆さんは大丈夫でしたか。昨日静岡県雨がいっぱい降ってたもんで停電しちゃって、お家今日もずっと停電してましたよ。ごめん、難しい、これコメントが、これコメントどうやって、やったー、かわいい。ね、これコメントどうすればいいんですか、これ。
これエフェクトとか作れる、すごい。漏れる？難しい。頑張ります、ありがとうございます。こうコメントがすぐ終わっちゃうんですけど、これ難しい。やれてきた。テロップ、テロップ、テロップも難しい。テロップか、へえ。ちょっとちょっとあ、できた。これで見やすい。コメントこれか、あ、ここだ。ここでコメントが見れた、よかった。自己紹介はこちらです。中学3年生の時、部活とかは、部活は美術部に入っててで、やめちゃいました。はい、ちょっとダンスをやってて忙しくなっちゃって、両立してたんでちょっと大変でやめちゃいましたね、絵は描くのは好きです。あ、すみません、これなんかすごいいっぱい来てくれてるのに見えなくて。あ、こっちか。あ、身長、身長か、身長は165cm です。165cm、 なんかこれ書いてたら変えますね、なんか書いとく。身長も見て、追いかけ配信すごい、絵心ある方ない、楽しそう。でも絵心はないんですすいません絵心なくて、なんか変な絵っていうか、好きな、なんか気持ち悪い絵しか描けなくて、すみません。これどうやってす、で身長も、あ、じゃあこれもう一回作り直しておきます。ダンスしないから絵描く。面白そう。でもこうやって手は描きます。じゃあ下だけ。はい。何度も聞かれることは書いてた方がいいかも。とじゃあ。部活？部活と身長とか書いてきます。ホワイトボードやスケッチブックがあると便利です。ありがとうございます。美術部でも絵より埴輪を作ってたりしたのかな。うん、何し、模写っていうやつしてました。有名な方の絵画を写しました、写してました、絵の具で。これ、あ、すごい、すいません。足のサイズ、足のサイズは23.5 ちょっと曖昧です。でもすごくでかいです。足がでかくて、はい、よくなんかお母さん家になんかバカの大足って言われます配信に便利そうなグッズが、お家の近くに行ってきます、100円ショップに。ホワイトボードいいな。ホワイトボードか、そう、弟が作ってくれたホワイトボードを使おうと思ったんですけど、あれがなくて、ペンがなくて書いちゃいました。でもちょっと字が汚いんで書き直したいですね。めちゃくちゃみんな来てくれて、あ、すごい、こんにちは。え、こんなに来てくれるやばい。NMB を受けようと思ったきっかけは、もともと韓国のアイドルさんとかが好きで、アイドルすごく好きだったんですけど、もともと日本のアイドルはだからあんまり詳しくなかったんですけど、お笑いがすごく好きで、テレビで渋谷凪沙さんを見させてもらった時にもめちゃくちゃ面白いの、めちゃくちゃ可愛くて、もう心をこう打ち抜かれまして、はい、
それでちょっと NMB のさんのことが気になって今回受けてみようと思いました。ごめんなさい。好きなお笑い芸人さんは吉本のだとレインボーさんとか、ジェラードンさんとか好きですね。よく YouTube 見させてもらいます。これどそういうすごいいっぱい来てくれてすごい。こんなにみんな、ああラジオ配信かと思ったら、あそうなんです。なんかみんなこれサムネっていうの、サムネに写真をこうあるんですけどなくて写真なんか写真を写真をその画像の付け方が分からなくてちょっとやろうと思うんですけど分かんないので今悩んでます。あ、声小さいですか？サイレントヒル、サイレントヒルってなんだ。潜在しそうです。サムネの貼り付け方がちょっとよく分かんなかったもんで、まあちょっと口笛はできますか。口笛できない、できないです、できないです。多分小さい頃はできたんですけどね。ヤッホー、めっちゃ可愛いから絶対あげた方がいい。あ、静岡県です。あげた方がいい。サムネをですかね。わかりました。ちょっとチャレンジしてみます。変な写真とかになっちゃったよね。テロップに顔出し中って書いた方がいいです。テロップこれかに顔を出します。あ、オッケー。多分できましたかね。静岡県は雨大丈夫ですか。今はもう降ってないんですけど、昨日はひどかったですよ。もう雷がピカピカって光るのに、なんていうんだっけ、ゴロゴロ鳴らない、名前なんて呼ぶ、テニスモード、ニックネーム決めて一緒に、そっか、ニックネームを決めなきゃ、ハサミとか画面を画面で当てるから。サッカーと野球はサッカーです、ニックネームどうしましょう。ニックネームちょっといいの教えてください。なんか特に笑顔がいい。やった嬉しい。100、あと身長と、じゃあニックネームを書きますね。頑張り、あ、そういえば9月30日出ますよ。私もサッカーが好きです。私もですなきゅ、号泣ちゃん、あー、いい、じゃあ泣く系がいいです。泣く系、泣き、なきゅ、なきゅ、ニックネームはどうしましょう。あ、好きなメンバーか、そっか、渋谷渚さん、あ、じゃあ、どうしよう、79番だから795、でも号泣ちゃん意外と気に入ってて、号泣ちゃん、号泣でもなんかなっちゃんっていませんかね。かぶっちゃわないかな、大丈夫かな。号泣ちゃんだったらなんかあれかな、すごい配信全部号泣してるみたいになっちゃった大丈夫かな、
うん、どうしようどうしようどうしよう、そうそう、なんかすぐ泣く人号泣ちゃんそんなにそんなに泣かないですよ、強い泣き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 泣く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 ちゃん泣くちゃん泣くちゃん、うーん難しい、どうしようどうしよう、ちょっとみんなにいいの考えてほしいな、ごきゅうちゃんごきゅうちゃんごきゅうちゃんもいいかな、泣く泣く系になっちゃいますよね、どうしてもなんか、うん、79番だしこれが確か何時までしかできないんですっけ、14歳なんかありましたよね、14歳15歳未満は8時まで8時まで、今何時、初見です初見ですこれみんな1位の人とかすごいですね、本当に感動、静岡県はレアだからしーちゃん、あ、そうです、静岡県で行くか、静岡県で行くとお茶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 はお茶系、あ、好きな食べ物が梅干しなんですけど、だから梅ちゃんもいいかなって考えたんですよ一回、ちょっとでも、ね、かぶりそうかなと思ってあ、富士山も有名か、富士山小学校の時登りましたもん、登山みんなでしましたよ、じゃあ梅ちゃん梅ちゃんいいかな、あ、身長も書かなきゃいけないか、これ書き直したいけど何もないですもんね、紙が、候補決めてアンケートができるんですか、すごい、それ何、アンケート、ナッキーかわいい、あ、富士宮焼きそば、あ、美味しいですよね、好きです、え、アンケートアンケートって出てるの、アンケートアンケート慣れてなさすぎてすいません、これすごい、アンケートが気になって、アンケートってどれかな、なんか下手に変なのさ、投票とかない、投票、あ、これか、これだ、なんか投票開始って出てきちゃう、1212みたいな感じで、なんか投票、がこんばんは、そっか、こんばんはかも、時間が、こんばんはこんばんはあ、そう、ちょっと癖でなんかこんばんはとか言った後になんかって言っちゃう癖があって、それをお母さんにやめた方がいいって言われたもんで、ちょっと気をつけますどうしよう、投票したいんだけどな、難しい、これはなんかこのなんか ビンゴみたいなの出てきちゃったんですけど、そうそう、配信があるある、あー、そういうことか、
どうしよう。じゃあ1番何があるんでしたっけ候補。泣く号泣ちゃん、号泣ちゃんと号泣ちゃんと泣きちゃんとあとこんばんは。泣くなんだっけなきゅうちゃん梅ちゃん OK。 じゃあ1番はえこれ書くやつですかね。書くのかなんか書くなんか書くのかなこれ。こんばんは。これ投票したいんですけどなんかこれ書くんですかみんな。難しい、これ難しい。ホワイトボードとかあメモを見せなきゃいけないかメモ。そうだよね。じゃあホワイトボードも急いで買ってきますマジで。もう今日買いに行っちゃうよ。ちょっとじゃあちょっと待ってください。ちょっと待ってなんかいろんなこと書いちゃって。ちょうど紙が丸一。音がすいませんうるさかったら。ちょっと待って字が汚いし合ってるかわからない。書いちゃった。口頭で言えばよかったのか。これ見えるかな。見えるかな。で、これ見えるかな。これ見える？これがニックネ。ネームの候補です。こうやって今からなんか投票のやつ使って投票しようと思うんですけど、あ見える。じゃあこれで投票すればいいですか？これどうすればいいんだ？投票したい投票これか。1,2,3,4 の中でじゃあちょっとお願いしますね。何これ。あこうだこうだ。いきますよ投票開始。お現在投票中です。これでちょ見えない。4番まで選ぶんじゃない。4番まで選んだかな。大丈夫いけてる。待ってこれ大丈夫かな。あれこれちょっと髪が汚くてこれだ。投票これ投票できてるのかな。投票できてるいけるやった。これでじゃあちょっと選んでください。これ投票今どうなってるか分かるんですか。分かんない。これどうすればいいんだ。こうです。ティーン。あ、いてこれでちょっと決めてもらいたい。ニックネームです。ニックネームめちゃこうやってもう投票終了しちゃダメですよね。まだ最終投票終了最後投票終了ボタン押してもういいですか。ダメまだ。じゃああとじゃあ今
今何分これ、あとこれ難しいなだいぶ難しい。じゃあはい、この中で決めますよ。決めますじゃああと10秒数よ。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、おしまい。投票終了する。お、3番ってなんだ。なきゅうちゃん、なきちゃんが一番多かったです。イエーイ。じゃあ決まったのはなきちゃん、なきゅうちゃんなきちゃんに決定しました。やったー。なきちゃんですね。なきちゃんかわいい。なきちゃん圧倒的なきゅうちゃんがすごい。投票結果も見れました皆さん。だってほら見て、1593 59ちゃうから1個もないこんばんは。59ちゃんが1個もない。ちょっとみんなちょっと違かった後ろに、あ、そうだね。ちょっとこれホワイトボードにすればよかった。くそちょっとこれここに書き足しちゃうとちょっとはみ出ちゃうから。あ、ここにつけ出せばいいのかな。すみませんね、画鋲で貼ってるから。なきゅうちゃんって上に書いておく。やば、すごい人がいっぱいいて嬉しいな。これでいいのかな。こんばんは。いて足がしびれそう。ちょっと、あ、そっか、次回書きます。あ、いて、あ、やばい、画鋲が落ちちゃった画鋲が落ちちゃった。あ、なきゅうちゃん、なきゅうちゃんと身長書いておきますね。身長ちっちゃくなっちゃうけど、ちっちゃく。165.5 あるんです。書きます四捨五入したらだから166。ちょっとなきゅうちゃん、入りきりそうなのは入れましたよ。全部頑張って。あんまりなんか身長とニックネームだけ入れました。よし、画鋲ですよ。すごい、14歳。14なんだ。でも15の代ですね、中3だから。15歳。いや、時間があっという間にどんどん過ぎちゃいますね。楽しい楽しい。こんにちは。うわ、難しい。ああ、これでラジオにできる。これ操作を今日はちゃんと学ぼうと思う。自分の身長どう思ってる？自分の身長、もうちょっと伸びてほしいですね。167は欲しいです。そっか、長時間配信すればいいのか。
頑張りますよ。これ免罪免罪免罪ちょっと難しいこれ漢字がすみません。あ、逸材なきちゃんは逸材免罪。あ、やばいやばい逸材か学びました。ここの勉強もできちゃう、イエスあいって危ない、グッバイ。違うんだよね、そう、長時間配信したいんですけど、クラスの女子で一番高いくらい、あ、高いです、高いです。なんなら、なんかでも小学校の時から身長高かったもんで、あのクラスの男の子より全然高かったですね。あ、すごいこと言う、逸材、あー、やった恥ずかしい。うん、違う、なんか言おうと思ってたんだよね、なんか言おうと思ってた、なんか言おうと思って、何言おうと思ってた、あ、そう、長時間配信したいんですけどね、あれですよね、やっぱ年が上の方がみんな18、ん？なんか時間がありますもんね、かな、悲しい、もうできるならもうずっと夜中までやりたいけど、今日はじゃあこうやって終わる時間とか決まってるんですかね、決まってないから、でも8時までに終わんなきゃいけないから、8時か16歳かな、9時は難しい、ちょっとこれ斜めってるの、斜めってるよね、あ、こっち、なんか嬉しい、もうだってこんばんは978人、やばい、じゃあ8時までやりますね、8時まで、あと今は6時、今は何時だこれ、6時20分だから、あと1時間40分です。え、1000人、わ、すごい、わ、やばくない、やばいっすね、やばいっすやばい、それはやばい、あ、いや、ありがとうございます、ナチュラルの美人さん、まさに逸材をそうひらがなにしてくれて優しいちょっと漢字に、え、でも漢字得意な方なんです、意外と、漢字この前学校のテストで20点中19点取りました。同じ静岡県民として応援してるよ、応援お願いします、お願いします、フォローしてくださいね、ぜひぜひぜひ、今日もここによろしくお願いしますって書こうと思ったら字が汚くてちょっと切りました、字がね、ちょっと上手になりたい、こんにちは、こんにちは、こんばんはだ、こんばんは、こんばんは、あ、すごい、このなんかこのランキングみたいなんですか、このこの、おおおお、漢字クイズ出されました、かん、牛牛説あるか、牛なんちゃら、牛
帽子なんちゃら難しい歌とかダンスとかできる。でもダンスは習ってましたよ。習ってたんで、あ、なんかこの1位の マッカさん、マッカさんっていう人がいるんですけど、皆さんのなんかこっちなんかみんながこういっぱい人がこういっぱいなんか映ってて、その1位に3位で、2位がなんだこれ、ダイルさんと星野まさきさんのこのなこの1位2位3位はこれ何の1位2位3位なんだ。マッカさんが1位の、もうすごい1055人も見てくれちゃって、あちゃ申し訳ないな、こんな時間を割いてもらっちゃってすいませんね、本当に。髪の毛ちょっと前が気になっちゃいますね。こんにちは、こんばんは、こんばんは。ああ星とかアイテム投げたランキング、おーすごい、ありがとうございます。じゃあ皆さん1位のマッカさんとかすごい投げてくれてすいません。難しいねでもこれいっぱいやったら慣れそうで楽しい。なんかでも今大変で、なんかまだお家停電してるとこどことかないかな、静岡大丈夫かな。皆さんは雨大丈夫でした？こんばんは。うん、新幹線も止まったみたい。そう大変ですよね。そしたらお仕事の方とか、それこそオーディションの日とかに泊まられたら困っちゃうから。皆さんは大丈夫でしたか？雨がでも雨があったのかな。みんな静岡の人とかすごい大変だったんじゃないですか、ね、すごかったですか、ね、雨がもう夕方になっていきなりザーって降ってきて大変でした。こんばんは、こんばんは、こんばんは。昨日やばかった雨が。何すればいいんだろう何すればいいんだ。歌唱力の放送があるんだ。待機してるのかみんな。じゃあいなくなっちゃうのみんな。やだな、寂しいな。何番まで、あ、歌を歌ったりするのか。何番まで迷子になる人によく来れるよね。はい頑張りました。本当にこうナビをこう駆使してこう、めっちゃ難しかったけど楽しかったです。一人旅みたいな感じで行きました。あ、違う、なんだな、
あの大阪に行ってすっごい都会だなと思ったことがあって、あのカフェに行こうと思ったんですね。ちょっと時間があったもんで大阪で。そしたらなんかどこのカフェもあの空いてなくて、めっちゃ都会だなって思って、座りたくてずっと疲れちゃったから。そしたら全然どこも空いてなくて、全部、ま、満席で、なんか地下のカフェとかにも行ってみようかなって思って行ってみたのに、そこも全部混んでて、もうクタクタでした。クタクタ、都会だなって。静岡だったらもう結構空いてますからね田舎こんばんは。どうしよう、あと692ポイントだそうです。うん、難しい。これやっぱ上位に行った方がいいってことですね。たまに他の候補生の配信、そうですよね、すいません本当に今日ちょっと見させてもらって、みんななんか楽しそうだと思って、楽しそうだし、なんかいっぱいやっててやってみますね。歌ったり、歌うのちょっと苦手身長高いですか？高いか高い。じゃあもうちょっと167欲しい。頑張ります。167欲しい。なんかかっこよくないですか？身長高い人ってかっこいいですよね。そうだ、30日のグランキューブ行きますイヤホンマイクがあれば。じゃあやっぱイヤホンマイクあるのかな、ちょっと探しますよ。じゃあやっぱり踊りながら絵描くしかやっぱそれしかないっすか、踊りながら絵描くちょっと想像したらウケる。うん、違うね、そう、30日のグランキューブ行くんで、行く人はぜひ楽しみにしててくださいねと大阪です。学校休んじゃう。うんうんうん、決まっちゃったし、肉ねの何しましょう本当に話題がねなくて、皆さんぜひフォローしてくださいねもうこんなにいっぱい人がいっぱいいて申し訳ないね。時間を使ってしまいますが、ぜひ最後まで見てくださいお願いしますね、頼みます。ここにいっぱい書いてあるね。あ、ハートマーク。歌は苦手、歌うことは好きですけど、なんか人に聞かせられるほどの歌ではない気がする、うん、ハートマークをしてフォローしてくださいね。あとあれ、ツイッターで拡散してほしいですお願いしますよ。
お願いします。本当にあ、配信中ってフォローできないんですかね、これ。まだ雨降ってるんですか？降ってないかな？大丈夫？これからアイドルになるんだから、練習せんと頑張りますよ。めっちゃ頑張りますね。でもこの前一人でカラオケに初めて行ってみたんです。だから練習したくて、あのオーディション用にいっぱい練習したくて、一人で朝から開店からなんだっけ、閉店まで行かん、閉店じゃないか、フリータイムでずっといたんですけど、あの歌いすぎて喉がこうガーッとなっちゃったこれ配信する人すごいですね。いっぱい喋んなきゃいけない、喋ることがなくなっちゃう。どうしよう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 。こんばんは。頑張った、うん、頑張りましたよ。次はダンスをね、練習しに行かなきゃいけないから、もうダンススタジオを借りて頑張ろうと思いますね。戻ってきますいっぱい来てくれ、いっぱい来てくれ、いっぱい来てくれこんばんは。あら、ハートをくれました。ハートをくれた？ハートをくれたのか、これは。なんかハートをくれましたね。これ難しい、やっぱり。皆さんちょっと8時になりそうだったら教えてくださいね。あの忘れちゃいそう。こんばんは。やばい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 。いいのね。視聴者少ないんですか、これで。こんなにいるのにもっと来てくれるんですか、いっぱい人が。サムネに写真を貼りたいんですけど、どんな写真がいいんですかね。こういう、 こう、あ、虹みんな撮った写真か、オーディションで。切ない、少ないよ、もっとコメントたくさん来る切ない切ない切ないあ、すごい、ありがとうございます。ハートがいっぱいくれて切ないもっとコメント、じゃあコメントどしどししてくださいね。もう何でも喋れます。頑張って。コメントして、コメントして。コメント。見つかるのも大変ですね、これ。いっぱい人がいるから。何人でしたっけ ?106 人くらい ?106 人もいるから。ね、ダメだ。危ない。落ちちゃうかもしれない。うん、ハート200個受け取って。受け取ります。ハート。
伸びしろがある。はじめまして、はじめまして、伸びしろですかね。伸びしろ、あの伸びしろがあるタイプなんで、テストの点がどんなに悪くてもやっぱ伸びしろが大事ですからね。165cm ありますよ。そっか、他のアイドルさんもね配信してるから、あ、こっちに来て、こっちに行こう、こっちに行こう、みんな引っ張ってきます。声聞こえてない、聞こえるか、小さい声が、すいません。こういうの初めてだからドキドキするな。ドキドキ。皆さんは30日行くんですか？30日30日に来てほしいな。そうか、激戦か、いっぱい人が増えちゃうのか。明日はじゃあもう、明日もね、たくさんの時間できるといいです。初見お願いします、よろしくお願いします。身長目立つですか？じゃあもう結構、でももっと大きい子多分いますよね。だからまあ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 大きい子。オーディションで大阪来た時にどこか行った、大阪行った時にあの NMB さんのショップ行きましたよ。なんかリニューアルしたって聞いたんで、ちょっと覗かせていただきました。で、渚さんのグッズを買わせていただきました。あ、趣味、趣味は何ですか？趣味はでも音楽を聴くことがめちゃくちゃ好きで、もういつでもどこでも音楽を聴いてますよ。うん、あとはあのミサンガ作るのが好きで、ミサンガを作ります、めっちゃ。でもあのミサンガをおばあちゃん家にあげようと思ったのに、ずっと完成してなくて何聴くの？曲はもちろん NMB さんのも聴きますし、あのノイミーさんの曲聴きます。音楽、韓国のも聴きますけど、最近は日本のアイドルさんの曲聴くことが多いですね。 AKB さんの新曲、久しぶりのリップグロスとかもめっちゃ聴いてます。最近ハマっちゃって。鼻がでかいのがコンプレックスだわ。ちっちゃくしてみよう。いっぱい来てくれて、こんにちは、こんばんは、こんばんは、こんばんは。何を、静岡だとクラスメートとか NMB、 あ、知らない、いや知ってます、知ってます、結構みんな知ってます。でもみんなに打ち明けてることは秘密なので、そう言ってないんで。でもみんな、あ、みんなじゃない、あの先生とかは知ってますね。先生と NMB の話をこの前しましたよ。オーディション受けてることは秘密なんで言ってないですけど、あの何でしたっけ、そう、なぎささんの話で盛り上がりました。静岡の方もいるのか。じゃあ
静岡、静岡いいとこです。来てくださいね、静岡。よかったです、配信できて。今日お家が停電しちゃってたもんで、できないかなと思ってめちゃくちゃ焦ってたんですよ。でも、無事できました。よかった。いつまででしたっけ、この期間が。期間が、あれ10月、10月3日だっけ。じゃあこのままじゃ頑張って上位に入らないとですね。あ、10月2日か。静岡っていったらハンバーグ店が名物。こんばんは、ハンバーグ店。あ、え、爽やかかな、言っていいのか、言っていいのか。そう、実はでも私全然行ったことがなくて、小学生の時に行ったきりかな、全然行けてない。爽やか来てね、みんな。ひどっか、本当にね何もできないじゃないか。これ皆さんツイッターで拡散してくれよな。さやかの話する、やばい。じゃあさやかめっちゃ言ってきますよ。バカ言ってきます。さやかの全メニュー食べ尽くしてきて、めっちゃさやかの話できるようにしてきますわ。あ、でもやっぱさ、やっぱさ、静岡県出身だからってなると、なんか大阪弁の子めちゃくちゃ可愛いなって思って、なんでやねんとか言いたいけどだから私は、あ、違う、静岡県の方言って言ったらなんだっけ、あ、癖でなんとかだらって聞いちゃうのは静岡らしいです。なんか確認するときになんとかだらってよく言います。言わないですかね、みんな。関西弁でやっぱ可愛いなって、めちゃくちゃ渚さんとか見てるとめちゃくちゃ可愛くていいなって思いますね。コメントしてください、コメント。じゃん、だら、じゃんってこと？じゃん、なんとかじゃん、なんとかじゃん？あれは言います、あのなんだっけ、あのうちっちとか、なんか方言って聞いたことあります。なんでやねん、なんでやねん、なんでやねん。あ、でも一つ言っておきたいのは、おばあちゃんが大阪の出身なので、まあ、つまりを言うと大阪のクォーターです。大阪と静岡のクォーターなんで大阪のユニバー行ったことないです。行きたい。だってこの前オーディション行った時に初めて大阪に行って、そうだもんで、行きたいかな、行ってみたい。ハリーポッターとか見たい、めっちゃ見たい、あれが好きです、すごい。ジェットコースターがめちゃくちゃ好きなんで、富士急の富
富士急、そう富士急のジェットコースターとかもほぼ制覇しました。うん、だからそういうのは得意です。あと今何時？大丈夫？まだ7時かと思った。拡散するからスクショタイム。スクショタイムってなんだ？スクショタイム？スクショタイム？あ、スクショタイム。なんか写真撮るやつか。ちょっと待って。ピース。これで合ってるのかな？合ってるか分かんないけど、でハート作っとこう。ポーズを撮ればいいのね。あ、これか。好きな虫合ってるか。好きな虫これで合ってる。小指つっちゃいそう。可愛いとこちゃんとスクショしてくださいよ。半目とかやだよ。2000人さん目指しますよ。頑張って来てね、みんな来てね、来てね。あ、スクショタイム勝手に終わっちゃったっけ。よかったかな。いっぱい来てくれるし、いっぱいフォローしてくれてありがたい。シェイシェイ、カムサハミンだ。ちょっとふざけする。皆さん拡散してね、フォローしてね。なきゅちゃんだよ、なきちゃん。写真撮った。あ、受かるでしょ、パッと見。嘘？頑張っちゃう。じゃあ本気出します。たくさん写真撮ったはいいけど、半目気になる。ちょっとしっかり本当に漏れてるのにしましょう。見つかれば絶対受かる。そうかな。ちょっとでもちょっと期待しちゃったら本当に落ちた時になんか悲しくて、もうねえ、もう学校行けなくなっちゃうから。ちょっと密かに期待してますね。30日が楽しみすぎて今もうワクワクしてますよ。でも今週のだから学校も多分ハイテンションずっと。休まなきゃな。こんぐらい、もう顔ちっちゃくなりたいし、痩せます。30日までに頑張って痩せます。見つけてね。だからみんなコメントしてくれ。コメントしてくれ。お願いします。コメント。あ、ちょっと待った。ちょっと人数が多いからここら辺で投票した方が良かったのかな。ちょっと半分だけでしちゃったかな、もしかして。そうでも、いや、すごいハートくれる。嬉しい。やば、嬉しい。ありがとうございます。しずくさんか。ありがとうございます。
申し訳ない、こんなのにそんないっぱいくれて申し訳ないです。ありがとうございますね、本当に。たくさんたくさんたくさん言いすぎて人が。ついさっき来たので自己紹介改めてですね。はい、と静岡県出身の79番、中学3年生の14歳です。好きなメンバーさんは渋谷なぎささんですね。で、なんかあと言わなきゃいけないことで、身長はそう 165.5 で、足のサイズは多分 24.5 でかくね。でかいで、あとなんか言わなきゃいけないことだってお願いします。はい、となかった。ニックネームはなきちゃん、かわいいの作ってくれたなきちゃんです。ハートもくれてありがとうございますよ。ハートなんて初めてもらう。身長は165.5 ですからね。一応この前測ったんです。そしたらずっと165って言ってたんですけど、 165.5 で、だからもうちょっと、もう四捨五入にしたら166です。うん、もう166、7がいいな。でもちょっと夜更かしをしちゃう癖があるので、刻むねって言われた。刻みますよ。んだからと、そう、夜更かしをしないように気をつけますね。じゃあちょっとさっきから気になってるのがあって、このエフェクトがめっちゃ気になってたんですけど、これつけたらめっちゃ可愛くない？え、可愛くなった？もしかして。でもこれちょっと加工しすぎじゃないかな、大丈夫かな、これ加工しすぎだよね、ちょっと。大丈夫これ。なきちゃんのモーニングルーティーン、ちょっとやめ、これモーニングルーティーンは朝起きてもうすぐダッシュでご飯食べて、もう5分くらいでご飯終わらせて、ご飯もパン食べるんですけどね、パン秒で終わらせて、で宿題やってない日があるんですけど、宿題やってない日は朝やります。で普通にご飯食べ終わった後に支度して日焼け止めを塗って学校に行きます。うん、あ、そういうモーニングルーティンじゃないのかな。休みの日とか、休みの日はもう基本的にお昼に起きてすぐご飯食べて、もう地球おじさんで加工しすぎて受かってから言い訳し、注意よ。加工じゃあやめますね、加工はしません。あ、ありがとう。いや、分かりやすくてよかったです。よかった。分かりづらいのにごめんなさいね。そんな気遣わしちゃった。学校、マジ面白かったな。ちょっと誰か分かんなくなってた。でも、学校ができるのすごいね。こうやって動いたりしたら取れちゃいそうなのに。今の時代はすごいですね。こんばんは。いっぱい来てね。こう今手繰り寄せました。あとはなんか
コメントしてくれしてくださいはあ、今大変ですよね、コロナ禍だし。コメントしてください、コメント、コメント自分がコメントって言ってるのがなんか不思議。握手会、お話し会は参加したことありますか？ないんです、すいません。それがなんかしたいんです、めちゃくちゃ。でもちょっとあの機械音痴、あ、引っ張りました。そう、お話し会をしたくて、すごくお話し会、渚さんとかとしたいんですけど、あのなんだっけあれ、あの機械音痴、そう、機械音痴すぎてなんかそのシステムがよくわからなくて、ファンになりきれてません。助けてほしいです。だからオンラインでグッズ買うのとかもすごい苦手で、めっちゃ苦手、そう、なんか苦、めっちゃ苦手で、なんかあのネットで通販とかめっちゃ本当に苦手で、そうだからなかなか難しいですね、現代人のくせに。ちょっと遅れてます。どうしようどうしようそう、さっきからすごい雨のことを気にしてるんですけど、皆さん雨大丈夫なんですか？雨がさ、雨はもう降ってないのかな、気をつけてくださいね。昨日本当にちょっと外に出てみたらすっごいあのもうびっしゃびしゃで、でもちょっと楽しくなっちゃって、それがあの水たまりにダイブしてましただいぶちょっと待って、寒いけど、だから雨は気をつけてくださいね。友達のお家の家の前が冠水っていうのかな、しちゃってて、もう溜まっちゃってたんですよ、すごく。だから気をつけてください皆さん。特技はですね本当に特技がなくて、あの特技を見つけようと、あ、そう、特技を見つけようと思うんですね。でも特技って言える特技が本当になくて、ダンスもやっぱ上手い子って本当に上手いから、なんか自分なんかだと思っちゃうし、歌もね上手じゃないから、そんなに、特技、あ、でもじゃあ習い事を、あ、趣味とか部活とか習い事ですね。あの習い事があって、そう、小学校の時に、あと幼稚園の時にも新体操してたんですね。新体操してて、でそこから水泳やって、でその後に陸上を始めて、で陸上ちょっと長くやって、でバレーボールやって、でダンスやって、でダンスと部活で美術部をやって、今はもうフリーです、うん、だからでも陸上が一番長くて足は結構速い方ですよ。でもちょっと体力がなさすぎて長距離が全然できないんで辛いです。マラソンとか短距離ですね、短距離派だから、すごいあの黒くて、陸上やってたから黒いし、あのごつくて筋肉がすごくて嫌です、嫌です。多彩じゃないよ全然、あの全部中途半端にやめた感じだもんで、全然今も新体操やってたのに体が全然硬くなっちゃって、水泳ももう泳げません毎年よくない、なんか毎年水泳の授業
学校の授業で先生にあの C 評価つけられてました。ん C 評価、そう低い評価をつけられてて次やってたのになって思って辛かったです。あすごいこんなに来てくれるの、すごい感動。すごいでしょ、すごい、こんなに人が自分を見てるなんて怖いよ。自己 PR、 あ待ってやばいやばいやばい、言っちゃった。市場自己 PR とか何言いますか、好きな自己 PR とか本当にだからそれが本当になくて何言ったんだろうな。でも本当にオーディションの時も喋っただけでした、確か。ただ喋って、でその時になんかあの思いがこう強くなって泣いてた、泣いちゃいそうだった静岡雨大丈夫か、大丈夫じゃなかった、今はもう大丈夫なんですけど昨日はやばかったですねやっぱり。あそうだね、だから自己特技とかも書いとくべきなんだよね。特技、特技か、なんかあれができたらいいな。あ落ちちゃった、ごめんなさい。あのアクロバットとかやりたい、ピヨンって。どうしようどうしよう、結構一人でいる時って独り言が激しいタイプだと思ってたけど、こういうアドは意外と喋れないもんなんだなって思いますね。あ、なんかすごいいっぱい 星かな、星をくれる方がすごいすごい、なんか皆さんね、ありがとうございますね、見てくれてありがとうございます。ぜひフォローしてくださいよ。あ、そうだ、じゃああれだね、好きなメンバーさんとかの話に戻るんですけど、まあ渋谷凪沙さんが好きなんですけど、あれが好きですよ、ノイミーの鈴木ひとみさんとか、乃木坂で言うとあのなおちゃんがすごい好きです。可愛いですよね、5期生の子たち。でも5期生の子たち見てからすごいあの日本のアイドルさんを見るようになったかもしれないです。みんな可愛くてびっくりしました。なぎちゃんとかめちゃくちゃ可愛いですね。あ、井上ちゃん、井上なぎさんとかめちゃくちゃ可愛くて、何でも全然コメントしてください。ちょっとそうだ、なんか話す話題を投票で決めてる子もいるってなんか聞いたような気もするんですけど、 何を難しくて、こんにちは、こんばん、あこんばんは、そういうことか。これが今やってる星の順位、星をこう投げてくれた人があれね、順位になっていくのか。へえ、難しいやつだ。
むずめっちゃむず。今日ちょっと顔が腫れてるのですいませんどうしようどうしよう、なんか喋る、なんか喋んなきゃいけない、喋んなきゃいけない何か聞きたいことあったらどうぞ。うん、自己紹介できるものと言ったら、腕が長いです腕が長い、何もないんだな。あ、血液型は O 型です。 O 型、 O 血液型はね、 O 型。何言っていいんだっけ。こんばんは、こんばんは、こんばんは。なんかこのイベント、こうやってイベントがこうキューって出てくるんですけど、そのランクがこう下がるたび、なんかちょっとかわいそう、悲しいこんばんは、静岡だから応援するね、応援してください。もう静岡の人結構いっぱいいる。あ、なんかね、やばい、めっちゃ可愛いやん、とか照れちゃう、恥ずかしい。生きててそんな可愛いって言われることはないから嬉しいね、やっぱり。わ、なんかすごい出てくる。こんばんは。夜なのにこんな来てくれる方が、あと1時間もなくなっちゃった。さてさてさて、あと50分ですか。災害お見舞い申し上げます。そうですね、大変ですよね。まだあんまり被害がない方だったんでよかったんですけどね。大変だったら大変。うん、星はどうやって送るんだ。難しいなこれ。すごい、こんばんは、こんばんは、こんばんは。お腹空いてきちゃった。あ、ありがとうございます。最近ハマってること、最近ハマってることは温泉に行くことですね。この前お母さんと家族かお兄ちゃん以外でみんなで温泉に行ってきて、でその時にすごい温泉いいなって思いました。なんか最近ずっと行ってなかったもんで、温泉昔はのぼせちゃうから嫌いだったんですけど、久しぶりに行ってみたらめっちゃ気持ちよかったです。サウナなんかサウナで最近整うのが流行ってるじゃないですか。だからちょっとサウナで整ってみたいですね。目標です、サウナで整うのがこんばんは、こんばんは、こんばんは。なんか機能を使ってみたいな。
あ、これ。これが投票。あ、すごい。フィルターとか作れるんだ。フィルター、すごい。あれ？あ、危ない危ない。あ、ぐるぐるしちゃう。やばいやばい、やばいな、これ。あー、おっと。なんか変なフィルターになっちゃった。危ない危ない、ごめんなさい。危ないですね。あー、すごいすごい。あー、これなんかすごい。加工しすぎは注意。してないです、してないです。え、そっか、みんな加工できるのか、いいな。加工、加工してみたい。加工、やべやべ、これ不安定。いい。ほうれい線とか消せますよ。消えたのかな。すごい。じゃあこれどんだけすっぴんでやってもあれですね、エフェクトでどうにかなっちゃいますね。あ、やばい、2000人の方が見てくれてるのかな。本当に嘘、やばくない。こんちくわ、こんちくわ。笑顔がいいねって。恥ずかしいな。好きな曲を教えます。じゃあ好きな曲ですね。あ、好きな曲は NMB さんの君と出会って僕は変わったですね。あれはもう NMB さんの中で一番好きな曲ですよ。なんかイントロめっちゃいいですよね。始まりが、あとは何が好きかな。何の曲を普段聴くのかな。ちょっと待ってね。何の曲を聴くんだろう。こんにちは、こんばんは。いやー、ちょっと待った。ちょっと待った。あ、あいみょんさんめっちゃ聞きます。そうだそうだ。あいみょんさんめっちゃ聞きますね。そうだ。あいみょんさんめっちゃ聞く。こんばんは、こんばんは。皆さん来てくださいね。あとな、ちょっとあんまり30分くらいしかできないのかな。あとちょっとしかできない。寂しいな。楽しいこれ。みんな来てね。寂しい。これずっとできるかも、一生できるかもしれん。こんばんは。どこまで見えてんだろう。
こんばんは。ふむふむ。これじゃあ本当にね、1位の人すっごいすっごいすっごいな。イエーイ。ルセラフィムのチオンちゃんに似てる。うっそー、そんな。チオンちゃんめっちゃ可愛いですやん。そうですそうです、韓国のアイドルも好きなんで全然話してください。私はもうめっちゃルセラフィムのあの子たち細すぎて心配になるくらい可愛い、細すぎるし可愛すぎるし心配になっちゃう。はい、コメントしてね。明日も日曜日だから配信しますね。何時からできるかな。まあまあいっぱいできるようにしますよ。頑張りますから。ちょっとねスタートで遅れちゃったので昨日できなかったから。こんばんは。それはねちょっと惜しいです、悔しい。あとサムネですね、サムネを変えなきゃいけないのか、サムネを変えなきゃいけない。サムネをそうどうやって変えるんだろうね、あれなんか アカウントの写真じゃないから難しくて分かんなかった。 NMB48 の中の推しメンはね渋谷凪沙さんです。本当に可愛い、本当にマジで可愛い、好きすぎる、好きすぎる。うん、こうやって今どれくらいそんなに人がいるのかな。もう少しで終わっちゃう。何を、やだね、やだから。ちょっとね、なんか喋らないと。楽しいこれ。ああそういうことか、はあ、そういうことか。初配信です。視聴者数は累計ってことか。ああね、じゃあ2119の人が来てくれて見てるのは339人。ああそんな見てくれてたの、わすっご、100人見てるだけですごいのにね。でもちょっとこれ2119人来てるのかと思っちゃってさ、ちょっと嬉しく違かったね。みんな来てね。 SK とか東京の坂道など考えないの。たまたま初めて知ったのが NMB さんだったので、そうちょっと受けさせていただきましたね。しかも NMB の渚さんが好きだったもんで行きました。本当にたまたま NMB さんの推しもあるって知って、受けるしかないと思って行きました。音声だけで聞いてる人が多いと思うよ。
そっか、じゃああんまり明日配信するならその前に配信なんて思うかに。そうだね、そうだ、全然考えてなかった。本当に良くないよね。良くない、良くない。ちょっと本当に面白くもないけど、ね、考えときますね。サムネを考えなきゃいけないからね。サムネを考えますよ。こんばんは。サムネをしっかり考えますね。坂道も可能性あったかもな。そうあんな可愛い子たちねえ入れる。 NMC はめちゃくちゃ可愛いけど、NMC でもマジで可愛いし、でも坂道ってめちゃくちゃ応募人数多かったですよね確か。あの日向坂のさんのお披露目とか最近 YouTube で見ましたけど、めっちゃ可愛いじゃないですか。あの子なんだっけ、清水梨央ちゃん、めっちゃ可愛かった。お絵描きとかクイズカラオケクイズ、クイズってなんだ、クイズってなんだクイズとは、あれやるってことかな。クイズはだからあれですか、遊びに来たよ、ありがとうございます、こんばんは。クイズだから多分クイズするのか、出してもらうってことかな。大喜利大会とかやってみたいやってみたいけどちょっとセンスがなさすぎて面白くないかもしれない。それは本当にごめんなさい。だけどクイズ配信なんか止まっちゃったかな、もしかして。ごめんなさいごめんなさい、もう止まっちゃったよねきっと、すいません、許してください、ごめんなさいね。配信止まっちゃったよねきっと。なきちゃんもそうとかは言う、自分的には後悔も全然。そう嬉しい。かわいい、かわいい、熱そうもない、若いかじゃあ若さを売りにしてきますね。明日も配信して見に来てくださいね皆さん。ちょっとオーディション頑張ります、応援してください。あ、台風来ました、静岡直撃らしいですね。そのでもちょっと怒りたいのが、台風が3連休の時に来るってちょっと嫌だね。ちょっと学校休みになるよと思って、逆にお題を出してみんなに大喜利させるのもあるよ。そっか、逆お題出すのも難しそう。お題どっちもどっちだなどっちも難しい。それはこんばんは。趣味とか部活、趣味は音楽聴くことと、ちょっとなんだっけ、ミサンガ作ったりすること、あと部活は美術部入ってました。過去形ね、過去形、ちゃんと指導をしてください。台風にですよね、皆さんもしといてくださいね、怒っといて、平日に来いって。でもダメです、災害が起きるなら台風来なくていい、危ない、マジで危ない。8時で終わるなら22時までかな、イエス、見ます、もう片っ端から見てきますわね。みんな何話してるんだろう本当に。これなんで今みんな誰が何人来てるとか分かるんですかね、今見てる人が何人いるのか、ここで分かるんだ。これ
ちなみに明日何時から配信する、配信にする、そう、それが困ったさんなんですけど、これ実は自分の携帯じゃなくて、あのお母さんの携帯なんですね。持ってなくて自分の。だもんで申し訳ないですけど、何時になるかちょっと分かんなくて、マジお母さん次第本当にすまないです。あ、今見てる人は外部サイト行かないと見えないのか。外部サイト、あー、いや、で、抜けないでね。そうだもんで、ちょっと配信するのが何時になるのか分かんないけど、分かったらすぐあの予定にチェックしておきますね。ん？書いておきますね。だもんで、みんな見に来てください。皆さんは何時頃なら見れるんですか？いつでも見れる？忙しいですよね。忙しそう。日曜日だから休みだといいな、みんな。あ、はい、配信と言えます。違う、あとサムネの写真をさ、そうなの、サムネの写真がさないんだよ。あ、ありがとうございます。フォローしたら通知来るんで、皆さんフォローしてくださいね。通知来てください。ん、通知をね、確認してくださいお願いしますね。ありがとうございます、フォローしてくれたなんて嬉しい。配信予定はだから、まあ午後ですかね。午後の、まあ、できる時間からもなるべくやります。ちょっとまずいですよね、これじゃ分かんないけど、それで写真じゃないんだ、写真じゃないんだ、写真じゃない、難しいな。まあサムネの写真をそう撮らなきゃいけなくて、どうしようかなって感じですよ。どうやったら設定できるんだろうな。サムネの写真を設定しなきゃいけないんだけど、その設定の仕方がちょっとよくわからなくて、ショールームむずいなもんで、頑張んなきゃ。ちょっと今日めっちゃ頑張って設定してみますよ。あのでも写真がなくて、全然いい写真が、どうしましょう。写真がね欲しいです、いい写真が。あと30分くらいですか。あと30分しかない、8キロちゃんなくちゃんみたいな初配信の声が分かってたから大丈夫。本当に大丈夫かな。初見です、グッチよろしくお願いします。これ見てね、これ。うわ、8期初めてショールームをさやったもんでさ、怖いな、なんか間違ってたらどうしよう大人っぽいかな、大人っぽいかな、中3に適してる感じな気はしたけど自分で設定するんだね、 NMB 側が設定して、あ、そう、なんかできる、なんか選ぶっぽいかな、だもんで難しい。雨大丈夫だった、雨大丈夫、あ、大丈夫じゃなかったです、そう停電しちゃったから、うち大変。クロケルなら月のイヤホンマイクが必要、マイク付きか、
Bluetooth、 ああそうなんだ。まあ Bluetooth 使わないから大丈夫かな。マイク間違えて オフにしちゃった焦った。あ、そう、なんかサムネイルを設定なんかしないにしちゃったみたいで、ちょっと間違えて、そうだもんで、しないにしたっぽくて自分だから、ちょっと設定しない、だからそういう子もいる気がして、設定しなきゃいけない。はい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 。だからサムネイル設定したらみんな来てくれるのかな。サムネイルっていうのか、サムネイル、サムネを設定してくれたら、設定したらみんな来てくれる。たまに出るだもんでいいね。たまに出る、たまに出る。皆さん、皆さん30日来て、来てくる人は見つけてくださいね。行くんで、違う、なんだっけ、何の話してたんだっけ、そう、何の話忘れちゃった。そうか、少しは増えると思う。じゃあ積み重ねが大事ですね、やっぱり。頑張りますよ、頑張ります。写真をさ、どうしよう、今この後撮ればいいかな。うん、ちょっと撮ってみます。こんばんは。え、もうすぐじゃない？8時って。8時着なきゃいけないのかこれ。皆さん来てね、来てね。写真漏れたのを撮れたらそれで見に来る人、 OK。あ、でも加工しすぎは注意ですかね。ちょっと加工はちょっと気をつけますでも可愛く撮りますね。笑顔の写真、笑顔の写真ですね。あ、じゃあめっちゃ歯が、自分の歯が嫌いなもんで、ちょっといい感じで笑います。で、思ったんですけど、卒アルを取んなきゃいけないじゃないですか、中学3年生だから。ってなるとやっぱ痩せなきゃいけないなと思って、そう、なんか思い出した今、卒業写真をね、もらわなきゃえ、自分の笑顔がすごい嫌いだったけど嬉しいですね。笑顔めっちゃ嫌いだったんですよ、なんか笑顔だから笑わないようにしてて、なるべく友達とかと喋っても可愛くないと思って、すごい、じゃあそうですね、じゃあ課題はね、ミハの、その次の課題は勉強で突破しないアイドルになる方が大変そうだ。本当にそうね。でも勉強も綺麗だから、勉強、え、秋元真夏さんに似てる、そう申し訳な違うね、課題があってね、何これ、しよう、そう、課題があって、課題がサムネをね設定するのと、話す話題をね、話題っていうか何をするか考えときますね。はい、で、あとこれを新しくします。はい、3つの課題がこう学校の課題と合わせて頑張ります。放送作家になった気分です。ホワイトボード、あ、そうだ、ホワイトボード用意するんだね。ホワイトボード。ホワイトボード。
ホワイトボード、はい、買ってくるね。近くのとこで買ってくる。ホワイトボード、ペンも必要か。ペンも必要だから、ペンとホワイトボード。お絵描きとかアンケートで使える。お絵描き、お絵描き、あ、そういうことね。ホワイトボードだね。あ、そうそう、お絵描きお絵描き、お絵描きしたいけど、ちょっとそのなんか美術部とか言っといてめっちゃ下手だったらなんかね、嫌だね。なんかデッサンとかできないタイプだもんで、なんかデッサンできる子すごいなって。なんかすごい、あのなんていうんだろう、絵得意じゃないですよ。だからなんて言ったらいいんだろうね、そのなんか変な絵ばっか描いてて、なんか風景画みたいな、風景画が好き。あとできた背景をもう少し賑やかにしてみる。賑やかってどういうことだ。パーティーみたいな、あのめっちゃキラキラするか。キラキラにする、キラキラする。なんかさ、背景変えられないのか。パーティー気分。あ、なんか 8期生の時になんかあのくまちゃんのぬいぐるみとか置いてる子見た気がするな。ちょっとそんなうちには可愛いものがないもんで、まあちょっと工夫します。頑張る。そうそう、あと20分、あと20分。こんばんは。手が汚い。あ、見てほら、第一関節で紛れるの。こんばんはほら、第一関節で曲げる。可愛い色が画面の中にあるといいね。ファンの第一回し見てもらう。あ、目に留まる。くー、目に留まるか。目に留まるってむずない？目に留まるってなんだ。目に留まる。あ、なんでアイドルになりたいの？それはですね、もう小さい頃からなんか人のために何かをすることが大好きだったんですけど、小学生の時からなんか音楽を聞いた、なんか自分が悲しい時とか辛い時っていつも音楽聞いたり、アイドルさんに励まされたりしてたもんで、もうそれがすごい嬉しくてじゃない、何言ってんの違うあのすごく、そう、それをすごいね、なんて言ったらいいの、そうだから感謝してるもんで、そのなんかそういう自分も人のためになんかできたらいいなと思って、笑顔、みんなを笑顔にしたいと思い元気をね、とか勇気とかね、をみんなにもあげたいからアイドルになろうと思いました。あとね、何より可愛い衣装で踊るのが夢です。可愛い衣装着て可愛くしてもらって踊りたい。はい、初心忘れません。初心忘れるべからず。まあでも初見です。よろしくお願いします。
14歳でしっかりしてるのにしっかりしてない全然しっかりしてない。でもこの前そのそれでオーディションで大阪に行った時にそれこそ一人で大阪行ったから、そう一人で大阪行ったの。だからめっちゃくちゃメンタル強くなった。配信にもっと慣れてきたらきっと面白い配信ができると信じます。私もしたい面白い配信、いっぱいの人に来てもらいたいもんね。じゃあ今から皆さんはこう見てる皆さんは子さん気取ってください。子さんです、子さん子さんって言うんだね、子さん背高いですね、ありがとうございます。もうちょっと高くなりますよ絶対ありがとうございます、フォローしてくれて。きっとなきちゃんならできると思う、やった頑張りますよ。乃木坂さんにも静岡県出身が、静岡県っていいですよね、暖かくて気候も人も。同じ静岡県として頑張っ、静岡として頑張ってほしい、頑張ります。肩の力抜いて自然体出れば大丈夫よ。でもちょっと敬語をやめてしまうとあれですよね、なんか変なこと喋っちゃいそう気をつけます。ちょっと次はじゃあ髪の毛を縛った方がいいか結んだ方がいいかどうしようかなと思ってて、静岡弁パーマいっちゃう、静岡弁だらーってなんとかだらーっていう、敬語じゃなくていいのに。そうだよ、髪の毛はね決めてほしい。ツインテールかわいいかな、ツインかわいい、ツインにする、ツイン友達に話すように自然体、イエーイイエーイ久しぶりみたいなさあポニーテみたい、ポニーテね、オッケー、ちょっと待って、投票しよう、これこそ、じゃあ明日の配信でどうするかの投票ね。ハーフついてるってなんだ、ちょっと待って、じゃあ時間がないからね、焦る、投票きたちょっと待ってね。じゃあ4つに絞るね、4つに絞るね。1がポニーテール、1がポニーテールね。で2がツインテールっていうの、ここら辺この辺のやつ、ツインね、ツインで、3つ目が何だっけさっきのハーフツインってなんだ、ハーフツインあ、こういうこと絶対違うよね、そういうことかな。まあじゃあそのハーフツイン調べます。ハーフツイン1がポニーテール、2がツインテールで、3がハーフツインで、4がじゃあハーフアップこういうやつね。じゃあこれ4つ投票しますね。投票、あ、やばい、4つどうぞ。あ、高めのツインなんだ、高め、ここら辺、高めのツイン似合うか分かんないピュンキュンキュンキュン、投票みんな投票してね、投票。あ、すごい、ボールがほら見て、すごいこうほら投げてる、みんながボールを、みんながボール投げてる
白い。じゃあ待って、もういいの？ダメ？みんな投票できた？1がポニーテール、2がツインテール、3がハーフツイン、4がハーフアップ。 OK、 投票しましたか？よし、いいですか、いいですか。え、これ次回だからね、次の配信。いいね、もう10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0、おしまい。さて、3番なんだっけ、ハーフツイン、ポニーテール、ツインテール、ハーフツインね、ハーフツインが良かったって。ハーフツイン、ハーフツインってだからこれだってるのね、これだってるのね、めっちゃキモくなっちゃいそう、どうしよう。で、合ってるのかな、ね、合ってるの、大丈夫ね、大丈夫ちょっと待って調べるよ、しっかり調べるもん。あと10分です。やばい、髪の毛が。2番なの、ちょっと待って、2番なのね、ちょっと待って、投票結果みたいなのないの？え、2番になったの？ねえ、2番になったの？あれ、2番だった2だから、ツインテールが1番だったの？ねえ、なんでねえ、勝手にハーフツインかと思ってた、ごめんなさい、ごめんなさい、本当にそれはすみません、本当にすみません、ごめんなさい、詫びる。じゃあツインテールね、ツインテールツイン、勝った。明日からチラ明日はハーフツインにします。あ、明日の配信についてさ、あれしよう、じゃあね、投票しようよ、投票。なんかみんな候補出してほしいな、候補。じゃあ、なんかね、大喜利大会が面白そうだったな。大喜利大会できるかクイズか、クイズ系と、でもちょっと待って、ちょっと待って考えとく、明日。違う、ハーフツイン、自分的にハーフツインがいいならそれでいいけど、違う、別にツインでいいです。ハーフツインはちょっと分かんない難しい、さすがに流行に乗れてないもんで。フォローするね、ありがとうございます。顔出ししないのに一人いるわと思ったら出しとるよ。そう、ごめんなさい、サムネをね決めなきゃいけないの。そう、サムネをさ、撮ってみるね。投票楽しいかも、投票。なんか機能を使いたいよね。みんなカラオケしたりしてるのか、カラオケ。今お家にね、ちっちゃい子がいてね、いとこがいてね、ちょっといけるかな、カラオケとか。いろいろな投票で話題作って、構成いるねここです明日はじゃあいっぱい候補考えとくんで、楽しみにしててください。ぜひね、みんなスクショタイム、スクショタイムじゃない、何の話わかんないけど、そう、スクショしてねそんな大音量じゃないから大丈夫。あ、そっか、あれか、あれだよね、なんだっけ、あの
マイク使えるもんね。犬派猫派とかパン派ご飯派、犬派の人派あでも猫派でもある、どっちも派、どっちも派、決めらん、決められん。ハムスターが好き、ハムスター飼ってるよ。パン、パン派ご飯派。こんばんわんこそば、そば、そう、わん、こんばんわんこそば。ちょっと難しかった、難しかった遊びに来たよ、イエイ。身長高めで黒田さんと、え、そんな、嘘嘘嘘嘘、可愛いよね、めちゃくちゃ。お、両方ハムスター飼ってる。終わる前に13位からラン、うー、ランキング読むんやで。はい、わかりました。13位からランキング読む。 どっちのランキングだ、これだよね。 AKB の中西さん確かに似てる。ちょっと調べ、待って、13位から読むってこれだね。バタタさん、チキンライアンさん、魔女戦さん、ゆっくん、リトマルル、ゆっくんさん、リトマルルさん、ブンブンさん、ダイルさん、星野まさきさん、マッカさん、ラケットさん、いい湯だなさん、藤うさぎさん、ジャンクさんで合ってる？ねえ、これで合ってんの？今で合ってた？ AKB の中西さんね。あ、あと5分くらい、あと5分か。終わっちゃう、終わっちゃう、終わっちゃうよ、終わっちゃうよ。本当に8時までだよね、確か。はい、変な人、名前の人、ごめんなさい、知らんのかいって、すいませんちょっとあんまりそんなに詳しくなくて申し訳ないです。もうめちゃくちゃ勉強します。そういうの勉強するのがめっちゃ楽しいんで。変な名前の人もいるからたまに読む、ん、たまに読むとき気をつけます。変な名前、変な名前ふむ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 。もうこんなにみんな初訪問来てくれるのにさ、もう終わっちゃう。ランキング終わる直前のがいいかも。ギリギリで買おう。ああ、そういうことか。なぜ48グループ受けようと思った？ NMB さんすごい好きで、渚さん、渋谷渚さんをテレビで見かけて、もうめちゃくちゃ面白くて可愛くて、もう心をズキュンってされたので受けました大人っぽい、ありがとうございます。え、もうおしまいだよね、これきっと。もうすぐおしまい、おしまいだよね、おしまいだ、おしまい、おしまいだよ、おしまいになっちゃうよ。あ、そういうこと、これ順位変わっちゃったりするの？まだ身長伸びてるの、170ぐらいなりそう。まだ伸びてますよ、伸びてなっと。でもちょっと止まっちゃったかもしれない、ちょっとね、夜更かしするもんで。うーん、もうすぐバイバイです、バイバイです、もうそろそろバイバイ、もうそろそろバイバイです。え、これどうやって切るんだろう、普通にバイバイできるの？配信見てて、普段クラスとかだともっと楽しいのが好きってタイプに感じた。あ、楽しいの大好きだから終わる直前のがね。はいはいはい、そうですか、そうですか、難しいなこれは。うちの娘3歳しか変わらん、同じくらいや。3歳、3歳だってでも結構大きくないですか。ビッシュのチッチにもちょっと似てる気がします、調べます
もうバイバイですよ、バイバイですよ。ね、これどうやって切るんですか。ちょっと待ってね、切るのをね、確認。あ、小6。あ、わかる。小6わかる。慣れたらもっといいとこ見てくるね。だといいです。だといいな。たぶんに20歳になったら勝手に切れると思うけど、あ、か、20歳になっちゃったらする20時になったらね、自分で切った方がいいかも。 OK、 じゃあもうそろ切るね。ありがとう、来てくれてありがとうございました。ありがとう。あ、女子高生じゃないよ。右上に×ない。あ、左上、あ、通常どこで切るんだ、これか、違う、また明日、バイバイ。待って待って、 OK、 バイ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 、また来てねバイバイ。あれ、ちょっと待って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 、配信終了ボタンがない。どちらどっち、あった、バイ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 。